おはようございます。須磨由紀です。300日後に富士山の頂上で歌うシンガーソングライター。今日はデイ113ですね。昨日はクラブビジョンありがとうございました。とりあえず、安井の最後のライブということで、かっこよかったでしょ、安井は。今後もですね、下手とも続いて、だからスタジオのレコーディングがあるんで、まだ企画の中に、安井はおるのでね、とりあえず今一旦ライブだけっていうことなんですけど、ライブは一旦最後ということなんですけど、そうですね、一旦こう、とりあえずすっきり脱退できたんだったら、それが一番かなと思います。ちょっとトイレ行きたくなってきたんで、デイ112スタートです。久しぶりに道案内動画撮るか。ここは心斎橋駅7番出入り口からこう出て左、こっち向きに、このでかいカツオいいですね。すごいいい目印になる。意外とね、雨村ってね、ホテル多いんですよ、ね、すごいよな、このなんか展示車みたいな。壺八があったら、この交差点をですね、これ名物串カツ田中、これの角を、左へ曲がります。
の弦が切れたらよく買いに来る楽器やね。キーはい、着きました。なんかちょっと壊れてるな、こっち行くとかならいいんじゃないか。あれね、アトランティクス。薄緑みたいな建物が出てるし、その向かい側に、存在も忘れていたような古い曲とかもやってみようかなと思います。
で次は、横このこういうやつ。え、うん、そうそう、あの肩幅で、あ、肩幅で。でこれも足硬い人はもう限界ギリギリまで膝弱くなる。もう若干してるよ。足から引けた。で次は、スリーステイかな。1、2、3戻る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 。1、2、3で一回休憩。これ20秒。膝みんなでやったら楽しい。膝やばい人はあのマジで聞いてた方がいいから。グルコサミン。で次。同じにやらグルコサミンやら。わかりすぎる。次は下げてひねる。うわ。しんどい。この時ひねるときに腹筋で上げてる感じ。ああなるほど。ちゃんとあの手を寄せない。腹筋足上げて手を上がってる。あれ草みたいな。で次がくるって回る。こう下がって上がる。うわ苦しい。酔っ払ってるから。酔っ払ってるから。酔っ払ってるから。回る。そう。お尻でちょっとこう描きながら下がりながら上がる。あやばい。次スキースクワット、めっちゃ細く。細く。細く。あのスキーの滑り出しの時のイメージ。膝。極細スクワット。極細スクワット。膝気をつけてください。はい、次の種目で皆さん最後です。もう一踏ん張りいきましょう。頑張りましょう。次はランジ。この。ズボンが無理。あ、やばい。ズボンが無理。ほんで5回やったら反対。あ、なるほど。5回ずつか。あ、よし、これいける。はい、終わり。OK。全然いい。楽しい。で、俺はこれやった後にプランクか、プランクやってこれやる。だまずここが何でやるかって、鍛えるんじゃなくてここで代謝減ります。だからこれをやった後にその日鍛えたい部位をやる。なるほど。より効果的な。そう。めっちゃ心拍数が。めっちゃ息切れする。いいこれでいい。これはこれやってから飯食うし、しかも飯絶対サラあプロテイン飲んでからサラダから食うから。より。ちゃんと自分の罪悪感をちゃんと消してる。えらいすごい。そしたら夜中に飯食肉食ってもラーメン食ってもいいっていう風にしてると、よし、プランクやろう。あーでも鍛えててよかった。全然ついていけるわ。全然ダメよ。私今膝上からここまでドクドクドクってすごい。首から下まで膝が爆発。実は一緒にちょっとこのプランクやってたの。お前ら見ててあのちゃんとお前らに分かってほしい。俺がちゃんとやってるんだっていうことを割と分かってこれを毎日やってるってこと。割と中学生を思い出しました。難しいよ。ガチガチ陸上部やった。今日も陸上部やった。やるな。あ、これ4番目に足早かったんですよ。そう。その腕痛なるからここでじゃあやろう。こう。あの、足さ、足。この子取ってるビッグショー。何を取ったん？今のやつ。一通り。頑張れ。あ、これね、あ、はい。ちょっと水入れといてな、二人分。これノー休憩でいかないの？結局。すごいさ、めっちゃ綺麗。めっちゃピンチしてますね。次は手を伸ばす状態でキープです。
これやったら俺この後ラーメン食っていいからやったぜ、ありがとう、結構くるやん、おお。ちょっと水、ね、今休憩でいい、ああそうなんですか、まあ言うてるんでやっていこうかな、いやちょっとこれ休憩、次の項目、ああそういうことか、うん、次がテレビ休みとか、しんどかった、このラスト、あーこれね、大の字、うわーきついやつや、頑張れー、うわーきれいきれい、2人ともめっちゃきれい、出来上がってるよ、仕上がってるよ、仕上がってるよ、23番カニカマの4倍4倍、あとででっかい11これは疲れるな、良いですね、でもほんま前より全然めっちゃほんまにめっちゃへこんでますよね、めっちゃ硬っインナーからね、もう塩くん片手でひねりつぶせますよなんで俺こんだけ酒飲んだ後にこれやってんのよな、